引っ越してきたばかりの村で思いがけず始まった村長としての新しい生活。噴水を作ったり川に新しい橋を架けたりと、村でのやりがいたっぷりのお仕事の合間にはプライベートもしっかり楽しみました。晴れた日の朝にはガーデニングや魚釣り、お昼は友達を招いたりショッピングに出かけたり、夜はライブを楽しんで星空を見上げました。現実と同じ時間が流れる村で四季折々の行事を通じて村のみんなと仲良くなりました。 Nintendo3DS で過ごすのんびり自由気ままな飛び出せ動物の森の暮らし、もうすでに村長のあなたも、これから村長になるあなたも、飛び出せ動物の森アミーゴプラスでちょっぴり新しくなった毎日を過ごしてみませんか？新しく始まる暮らしサポートの制度、例えば公共事業への募金や草むしり、マイホームのローン返済など、村でさまざまな活動をするとお金に換えることもできるふるさとチケットがもらえます。日々の暮らしを楽しめば楽しむほどふるさとチケットでお小遣いがもらえる。お得な暮らしサポートの登場で毎日の暮らしもお得になります。ここは村にできた新しい施設、オートキャンプ場。彼はパニエル、キャンプ場の管理人です。ここでは珍しいお土産が売っていたり、普段見かけない動物たちがキャンピングカーに乗ってやってきます。ちょうどキャンピングカーが止まっていますね。少し中を覗いてみましょう。車の中は動物たちの趣味でいっぱい。ここにも珍しい家具が飾られています。気になる家具はふるさとチケットでオーダーすることも。ここは村の不動産屋たぬきハウジング。社長のたぬきちも今回のアップデートに合わせて新しく隠し倉庫の増築を始めたようです。たくさんの荷物をこっそりしまっておけるので、物が増えても安心ですね。さらに隠し倉庫を作ると模様替えのセミナーを受けられるようになります。プロから学べるセミナーで模様替えのコツをつかめば、この通りタッチパネルで模様替えが楽々に、お部屋作りがもっと楽しくなりそうです。おや、何でしょう。何やら怪しげなランプを手に入れたようですね。彼はゆうたろう。アミーボの動物の姿を借りて願い事を叶えてくれるランプのせいです。例えば第4弾まで登場しているこれまでのアミーボカードをタッチすると、お願いしてアイテムをもらったり、ゆうたろうを呼び出したお礼にふるさとチケットももらえるようです。中には村に引っ越してきてほしいというお願いを叶えてくれる動物も。そして動物の森シリーズのフィギュア型アミーボを使うと、タッチした動物がオートキャンプ場に遊びに来てくれます。いつもは忙しく働くしずえやたぬきちも、この日ばかりはゆっくりリフレッシュ。留守番はゆうたろうがしっかり守ります。他にもモンスターハンター、ゼルダの伝説シリーズ、プラトゥーンなどのアミーボがあれば特別な動物に化けて願いを叶えてくれるみたいですよ。さらにキャンピングカーに乗った動物がデザインされた新しいアミーボカードも登場します。新しいカードの動物たちは飛び出せ動物の森には登場していなかった懐かしの動物たちばかり。カードに描かれた自慢のキャンピングカーの中では家具のオーダーはもちろん村に引っ越してくるように誘うことも。タイトル画面からいつでも手軽に起動できるアミーボカメラも登場です。村民と一緒に写真を撮って楽しむこのカメラ、アミーボを使えば好きな動物を呼び出してこんな写真やこんな写真を簡単に撮影することができます。新しく登場した WiiU や New Nintendo 3DS の家具、この家具なんと本当にゲームで遊べてしまいます。 WiiU では無人島脱出ゲームがプレイできます。3人の動物でパーティーを組み無人島を脱出するため島を探索してイカダを作る材料を集めるボードゲーム風のゲームです。普段はゲームコインを使って村民でパーティーを組んでプレイしますが、アミーボを使えば好きな動物を呼び出すことができます。そしてニュー・ニンテンドー 3DS ではパズルゲームの「動物の森パネポン」が楽しめます。架空の村パネポン村の村長の座をめぐって動物たちとアクションパズルで競います。いざという時に使える必殺技はフィギュア型アミーボを使えば動物ごとのいろんな技にチェンジすることもできます。飛び出せ動物の森にアミーボや新しい遊びが加わった飛び出せ動物の森アミーボプラス。これまでの動物たちはもちろん新しいアミーボカードの動物たちがあなたと村で会えるのを楽しみに待っています。飛び出せ動物の森アミーボプラス。飛び出せ動物の森をお持ちの方は無料でアップデートすることができます。パッケージ版にはアミーボカードが1枚ついてきます。飛び出せ動物の森アミーボプラスアミーボカードは全50種類。